どうもこんにちは、パンドラです。今回やるクエストはこちらです。荒野の街道でフルー料理長オーガの殺害となっています。このオーガは前回セイレーンサイクロプスの女版との戦いだったんですけど、このオーガはミノタウロスの女版ですね。何度か戦ってるんですけど苦手です。今回の同行者はエレインとルンペルです。グリムのお気に入り NPC メイジーとターリアなんですけども、新ガイドかなが S になったんで違うキャラを育ててます。戦いの中で救える魂がある。このオーガは熱属性なので、今回は冷属性の気持ちを持ってきております。よいしょ。今回はジュブ破壊狙っていきたいな。よし、オーガ姿を見せなさい。結構ね可愛いんですよね、こんな感じで。これが女って言われてもね今のねヒップアタックかなり強烈ですね。後ろにいると危ない。ジュブは釜とあのコックボード帽子狙っていこう。とりあえずまず釜破壊から狙っていこう。結構可愛いですよね。あ、始まった。このカービィみたいな攻撃、これカービィに似てるって言ったらね桜井さんに怒られそうなんですけど、ソルサクの中では萌え要素があるんじゃないでしょうかね、このキャラクター。ぽっちゃり系女子が好きな方にはいいんじゃないでしょうか。あの釜を破壊したいな。グツグツ料理結構痛いんですよね。お、ナイス。略奪はあれ、よし、解体達成。あとは帽子だ。あ、前回できなかった鎧系の供物と同属性の盾を組み合わせてこの巨海衝撃波っていうのが出ます。これがまた強力でかなり使いやすいんですよね。あとは共闘してる場合だったら、10腕のブレスを盾にかけてもらっても確か巨大化できるんじゃないかと。さすがにこの盾でもヒップアタックを防げない。帽子はこの突撃魔法で狙っていこう。高いところを狙うのは突撃魔法もかなりいいと思うんですけど、グリムだとなかなか手に入りにくいんですよね。サンクチュアリだっけ突撃は。お、ナイス、マジ働くわ。いやー、あ、でもヒップアタックそんな食らわないな。今度鎧系の供物のなんか見た目全部かっこいいですよね。あー危ない。このね見た目かっこいい、仮面ライダーみたい。あーやばい、これ防げないんだな。ここだ、やばいやばいやばい、溜まったかもしれん。これ時々はめられるんですよね。よしよしよし、帽子狙ってけ。帽子、このお気に入りの帽子を破壊してやる。あーやべ、ロックオンが外れた。あれ、ルンペル助ける。よみがえれ。よし、きれい。
危ない危ない危ない、かなり攻撃範囲広いですね、このグツグツ煮込む攻撃。あと帽子なんだけどどうなんだろう、もう黄色か。エレインマジかよ、エレインは即救済、可愛いは正義だ。あー危ない、攻撃力強いな、鎧は常にキープした方がいいですね。あ、またグツグツするの、ルンペルエレインに任せる。おー危ない危ない危ない、当たらんな。あ、ナイス、蘇れ。ちょっと供物が、供物回復したいんだけど、やった、まずいまずいまずい、そんなことでは誰も救えないぞ。ダッシュかい、ちょっと供物を回復して突撃魔法をまたお見舞いしたいんですけど、ルンペル頑張れ。まだルンペル全然同行させないんで、クモツも弱いんですよね。うわー燃えてる、ルンペルエレイン助けてくんないかな。違う、口笛じゃない、クモツの力を回復。ルンペルごめん、ちょっとまだ待ってて。ナイスエレイン、体力が惜しい。ほら狂ったように狂ったように狂ったように突撃していく。結構遠くから攻撃した方がいいのかな、なかなか当たらないっすね。痛い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 ルンペルルンペル、倒すのを最優先に行くか。これ蘇生したりしたらやっぱ信頼度とか上がるのかな。あ、危な、今どのぐらい、よし、オレンジ、またグツグツ、料理長だからね仕方ないね。危ない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 、足太いな、お腹もちょっと出てますね。ぽっちゃり系を超えてるな。よし、いいよ、ほら、やばい、突撃供物がなくなりそうだ。お前の魂くれ、痛い、ちょっと回復します、供物を回復して突撃していこう。ちょっと距離を空けた方が高度が取れそうだ。
あんま近づきすぎると頭に当たっちゃう。離れすぎるとこんな感じでヒットしないんですよね。剛腕かこれ。もう回復ないか。倒そう。やばい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 。ルンペルもうダメだ。よっしゃ、ルンペル蘇生せぬまま倒してしまいました。うわ、鼻。確かにこう見るとミノタウロスの女版だな。まだ未練がある。なるほど、死にたくない。これが中の人なんですね。ちょっとルンペルを蘇らせて、運命。さあどうなる。お、救済だ。はい、というわけで今回の実況はこの辺で終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。スマホでご覧の方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンからお願いします。